こんにちは、青猫です。今回はアウトラインステッチの刺し方と、ちょっとしたコツなどをご紹介したいと思います。説明するのに分かりやすいように線と印をつけておきます。使いたい本数の刺繍糸を針に通して端は玉結びしておきます。まずは基本の刺し方を説明していきます。刺し始めの印から針を出してきて、次の印に針を入れます。で、糸を引き切る前に半目戻ったところから針を出してきて、で、これで糸を引っ張ります。これで一目出来上がりで、続けて次は次の半目のところですねに針を入れて、で、一目目の右端のこの同じ穴から針を出してきて引っ張ります。これの繰り返しで刺していきます。刺繍の、手芸の本なんかを見るとアウトラインステッチの刺し方はほぼこの方法の説明がされています。で、私が普段使っているアウトラインステッチは別の方法なので、次にその方法を説明していきたいと思います。刺せたら裏で玉留めするか、裏の刺繍糸に 2,3 回通して留めてから余分な糸をカットします。で、次は普段私が刺している方法です。はじめは刺し始めから針を出して、次の印に針を入れて引っ張ります。で、次に半目先から針を出してきて、一目目の半目のところに針を入れます。これ上からでも下からでもいいんですけど、初めに決めた方で統一して刺していきます。今回は上から刺していきます。少し一目目の糸を針で避けながら刺すとうまくいくと思います。同じように半目先から出して、糸を避けながらまた戻って刺します。この繰り返しで端までいきます。仕上がりがなるべく一直線になるように意識しながら刺すと綺麗に刺せると思います。私はさっきほどした基本の刺し方よりこちらの方がサクサク早く刺せるので、もうずっとこの方法で刺しています。後で丸を刺していくんですけど、そのカーブの刺し方の時もこの方法をですね、今やってる方法の方が調整しやすいので、基本のアウトラインステッチを刺してた方で、カーブがカクカクする方はこちらで一度試してもらってもいいかなと思います。裏の糸の出方はちょっと違います。こっちがさっきの初めにやった方ですね。バックステッチのような感じに仕上がっています。糸を留めるときは先ほどと同じように玉留めでもいいですし、こんな感じで裏の糸に 2,3 回通してからカットしてもどちらでも OK です。で、次は直線なんかを刺すときに、先ほどの方法だとこの刺し始めと刺し終わりが細くなってしまうので、全部同じ太さに刺す方法を説明していきます。まず先に端から出して半目先に針を入れて引っ張ります。で、一番初めの地点から同じところから針を出してもらって、で、こっからは先ほど説明した私が普段使っている方のアウトラインステッチで同じように刺していきます。一針先に入れて、次下から半目先に出してきて、
1針目の半目のところに戻って刺すという形ですね。でこの中間地点のところはもうずっと先ほどと同じように刺していきます。で一番最後のところも同じように刺して、で最後にここにもう一重半目だけこんな感じで戻って刺します。これで刺し始めと刺し終わりも二重になって同じ太さになりました。次に丸を刺すときはどうするかやっていきます。刺し始めは、どこから始めても大丈夫です。まず一針先に入れて、で半目先から出していきます。でカーブの場合は内側からこうやって刺し戻って刺した方がカーブ調整しやすいので、同じように半目先から出してきて内側から戻ったところに刺します。少し針で糸を避けながら刺していくと、カーブが綺麗に出ます。戻って刺した時は結構直線でカーブに沿ってないんですけど、この針で寄せて糸を入れることによってカーブが整っていきます。一周して最後をつなげるときは一番初めのステッチのこの真ん中、外側から出してきて、で戻って内側から刺す。これで一周つながりますので、これで完成です。次は四角を刺していきます。端から、これもどこから始めても大丈夫です。一針入れて半目先から出してきて戻って刺します。この直線の端まで同じように刺します。端まで来たら次刺しやすいようにこんな感じで90度回して角から針を出してくるんですけど、刺し終わり、直線刺し終わりの同じ穴ではなくて少し外側にずらして針を出してきて一針入れます。こうすると角が綺麗に出ます。でここからはまた端まで同じように刺していきます。端まで刺せたら同じように90度回して、で少し外側から針を出してきて同じように刺し進めていきます。最後の直線も同じように刺して、一番最後は少しだけ出るように刺すとここも角がくっきりします。ということで今回はアウトラインステッチの刺し方と少しコツなどもご紹介してみました。私が普段使ってる方のアウトラインステッチを主に説明させてもらったんですけど、少しでも参考になるところがあれば嬉しいです。では最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。